私はイソッチ。春がやってくる。急いで編集しなきゃ。イソッチのピザトースト生活9日目。マメキチ、聞いてくれ。提供できるんよ。やっと集まったんだ。やったー、イエーイ。あら、上目遣い可愛いわね。何言ってごらん。あ、可愛い。もちろんだよ。あれ、お店の工事看板のこのバッグの色が一番くじで一等だったティッシュケースと違くない？なんで？設定ミスなの？それともこう白だとティッシュのパッケージが透けちゃうからそういう配慮なの？まあタヌキとね、あんまりこう距離が離れないところにお店は建ててあげて、あと私ん家からも近いところがいいかな。ええやん、ここや。オッケー。長かった。そうなんだよ、楽しみだよ。ちょっとこうローンを返済しといたら二人のお店の工事代になるかもしれないからちょっとだけ入れとくね。やることないよね。もうでも、いや、あるんだけどさ。とりあえずこうここで作らせてもらうのも悪いから自分の家に作業台置きます。あとはこれか、おしゃれ女子やから姿見作っときます。よし、早速作ってみるかい。作っといたら何かねポイント貯まるかもしれないし。貝殻が邪魔だな。貝屋敷を何とか脱しなければ。
これでイメチェンし放題。今んとここの髪がしっくりくる、まあ、こういう髪型もするけどね。メガネ外されてるとちょっとよくわかんないんだよな。抜けることに気がついたよ。道理で生えてこないと思った。切り株になっちゃったらもうこうやって植えてやるのね、新しい苗を。ああなるほど、切り株やーい。伐採しちゃいけないやつと伐採していいやつをちゃんと見極めておかないとダメなわけだ。手当たり次第切ってたわ。下手や。面白い。そういえばこの磯母にもらったオレンジ、オレンジ植えれるんかい。最初の最初で母からもらったオレンジがなんか食べたり売らないでよかった。じゃあ今リンゴだけだけど、これでとりあえず2種類取れるようになるんだな。あと1箇所どっかに植えとこう。落とした。シルビア結構夜遅くまで起きてるね。ほんほん。リアクション。やったぜ。店立つの楽しみだね。今日はここまで。